バックナンバーのハッピーエンド、ガゼレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1,2でん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 、優しくなれたと思って願いに変わって、最後はそうになって、青いまま変えてゆく、あなたを好きなままで消えてゆく、私みたいと手に取って、僕にあった思いと一緒に切りつぶしたの、大丈夫大丈夫、今すぐに抱きしめて、私がいれば何もいらないと、それだけ言ってキスをして、なんてね嘘だよ、私に少しほっとした顔のあなた、相変わらずのんきね、そこも大好きよ、青いまま変えてゆく、あなたを好きなままで消えてゆく、私みたいと手に取って、大丈夫大丈夫、今すぐに抱きしめて、私がいれば何もいらないと、そう言っても離さないで、なんてね嘘だよ、さよなら、バックナンバーのハッピーエンド、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはガズレレ流ショートカットバージョンです。フルコーラスでやってみたい方、こう歌詞を書き出して2番とかこうやってってみてください。動画のテロップと一緒にできるようになった方も、自分で書いて自分だけで演奏するのをやってみてください、ね。その時に参考になるようにガズノートを見ていただきます。はい、こちら。まずこれイントロですね。このね、このイントロのメロディーもまたすごい印象的なんですよね。なんかこうメロディーも覚えて、歌うと楽しいか、雰囲気出るかなと思いますけど、こっから歌が始まるんですけど、見てください。ゆったりしたバラードだからね。ゆったりしてるのかと思ったら、言葉はものすごいラップ並みにいっぱい言葉が詰まっております。そこがバックナンバーではよくある感じで、ゆったりしてるようにイメージしてるんですけど、言葉すごくいっぱいあるんですよね。なので歌い回しはすごく難しいと思います。どうぞ。これ言葉がぎゅノートに書いてみるとよくわかるけど、やっぱね、ひらがなで書かないとタイミング測れないことが多いんで、ガズは結構ひらがなでこの点でタイミング測ってますからね。なんか参考になればと思いますんで、ちょっとこう一時停止でメモってみてください。ここに伸ばすとか、こういうのも書いてあります。いいですか？はい。で、ここがサビなんですけど、サビをね、こう、この4段がサビなんですけど、ちょっと、この2段ずつ分けてます、都合上。はい。で、ここをちょっと一時停止。サビ、この4段。かな。そして、ここの A の2って書いてある、このパートが、ちょっとおとなしくなるブリッジパートに当たると思うんですけど、それをやった後に見てください。ここ。サビ1って書いてあるから、
この1行終わったら今度ここに戻ります。この2行をやって、でこの2行をやったら最後のラストのサビにっていうのがガズレレオリジナルアレンジでございまして、そういうわけでございますんで、ちょっとここら辺、はい、でここが伸ばすとかアルペジオって書いてあって、ここもなんかこう書いてあるダダダとかね、はい、この辺にちょっとキメが入りますね。はい、それでここ最後終わったというのがオリジナルの、あ、ガズオリジナルアレンジのバージョンです。ちょっと構成確認しておきます。構成って書いてあります。 A の1やって B メロやってサビやってサビ2やって A の2やって A の2っていうのはブリッジパート、ちょっとおとなしくなると、でサビ1やってラストですね。そんな流れですね。はい、ちょっと確認してみてください。じゃあ出てくるコードいきましょう。今日はねこれいいですよ。 C と F A マイナー D マイナー D7 G7E7、E-7、出た！これはもう例のあれです。ガズレレ必須コード勢揃いのパターンのやつでございまして、8個ですけど今日はこれ。超基本のやつです。わかりやすく説明している動画をここに貼っておきましょう。私がもうめちゃくちゃわかりやすく説明してます。そこで10個のコードマスターしてください。今日はそこで出てくる8個です。ね、これ結構ね、その動画見てもらうとね、わかるんですけど、楽しく覚えられますんで。やってみてください。はい。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはやっぱリズムが、かっこいいということで、はい、基本的にはこの2つの、大まかに2つのリズムでいこうと思います。16ビットのチャとアルペジオがちょっと出てきますね。16ビットのチャっていうのはこんな感じです。チャカツタスタスチャカチャカタンタチャカツタスタスチャカタ、こんなビートなんですけど、これちょっとね、かっこいいんだけどね、まあ、ちょっと難しいっつーところもありますが、はい。で、あとアルペジオはほんのちょっと出てくるだけなんですよ。この A の2パート、ブリッジパートみたいなところちょっとおとなしくなるところですよ。ここ伸ばすって書いてあって、この2ブロックだけアルペジオやりたい。ここでちょっと雰囲気つける。そんな感じ。アルペジオっていうのはじゃあ C を押さえて、こういう分散和音みたいなです。はい、このアルペジオ。で、16ビートのチャとアルペジオ。これでいこうと思います。はい、この2つの弾き方、ここで、お勉強しましょう。このリンク先はウクレレできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとアルペジオの動画でマスターしていくんですけれども、その16ビートのチャっていうのは結構奥が深くて、まず最初8ビートができて、その次に8ビートのチャ、16ビートができて16ビートのチャというように、だんだん階段を上るように、リズムが深まっていくということでございまして、やったことなかったら8ビートでやってみてください。この曲もちょっと16ビートちょっと無理と思った方は8ビートでも十分再現できると思いますので、8ビートでやってみてください。で、今回のデモ演奏は16ビートでかっこよくやろうと思います。あとね、一箇所こういうマークが出てくるキメがあります。キメがあります。ここちょっとやってみようかな。その、A2 さ、ブリッジパートと言われてるところなんですけど、ここのね、ここの G7 どうです。まあ、テロップに書いておきます。ちょっとここやってみましょうか。泣かない私に少しほっとした顔のあなた、相変わらずのんきでそこも大好きよ、スタンダダダダ。ここで止めます。最初こうスタンダダダダ、 G シャープ、G7 がこう、この矢印のマークのところでバーンと前に食い込んでくるんですよ。A マイナーの次に G7 で、 G7 がグッと前に来る。もう一回、そこも大好きよ、スタンダダダダ、青いまま枯れていくっていう風になる。スタンダダダダ。はい、シンコペーションとスタタタタタ、決め。一箇所。ガッとこう印象的にこういうのを入れ込んで、メリハリをつけていきましょう。そういうわけでいろんなこう要素がね詰まっているんですけども、やっぱ歌詞の内容を見るにね、まあなんかこう世界観が浮かぶわけでございます。それをこう頭で思い浮かべながらこうゆったりね、やるのがいいです。ガチャガチャのこう忙しい感じじゃなくて、もうできる限りこう落ち着いた感じのビートになるように、大きなイメージを持ってやるのが大事だと思います。それでは行ってみましょう。バックナンバーのハッピーエンド、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。優しくなれたと思って、
りまま枯れてゆく、あなたを好きなままで消えてゆく、私みたいと手に取って、それだけ言ってキスをして、なんて嘘だよ、ごめんね。泣かない私に少しほっとした顔のあなた、相変わらずのんきでそこも大好きよ。青いまま枯れてゆく、あなたも好きなままで消えてゆく、私みたいと手に取って、僕にあった思いと一緒に握りつぶしたの、大丈夫大丈夫、今すぐに抱きしめて、私がいれば何もいらない、そう言っても離さないで、なんてね嘘だよ、さよなら、Oh yeah。 せーの、バックナンバーのハッピーエンド、ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。16ビートでこう大きなイメージのこうふんわりした感じでやるっていうのは本当難しいんですよね。やっぱりちょっとガチャガチャ感が出ちゃうと思うんですけど、あとやっぱこの曲に関してはまた言葉もすごいこうバババッとこう入ってくるんで、結構慌てちゃうっていうところがありますからね。なるべくこう自分をクールダウンしてやるのがいいかと思うんですけど、やっぱね情景を思い浮かべながらそっちを中心にやった方が逆に近道かもしれません。こういうところをこうやってね、こちょ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 やるよりは、こうイメージを先に持ってきた方がね、この曲のイメージがやっぱいいんじゃないかなと思います。はい、楽しくどんどん歌ってください。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ。これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして、インストールお願いします。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、ガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、
これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高、ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。